泥浴びをして、体のダニなどを落とそうとするんですけど、イノシシのネタバレになってます。36番の番号の札を見て左へ降りてください。でここから小さい尾根を越えて湿地のある場所に出ていきます。来てますね。ここまで上がってくると、今まで通ってきた山が木が背が高くて
森が深かったのに対して、ここから非常に明るくて、逆に背の高い木が少なくなっていきます。でこれは地質の差によって生まれてきた差で、南側今まで通ってきたところは花崗岩地帯です。でここから先の、下っていく先は砂礫層があって、山全体が非栄養な場所です。まあ、要するに木が育つには栄養が少なくて、まあ、ある程度育ったら枯れてしまうと、そういう環境です。でそういった環境の中にこれから見ていただくシデコブシなどの自生系があります。はい、じゃあ行きましょう。これも大発生の一端ですね。これそうです。これを見ていただきたいんですけれど、びっしりと、うん、これね、一つ取ってください。これまだアメーバのちょっと余韻が残ってる、まあ雨で崩れてしまってるんですけど、こういうこれです。おー、すごい綺麗。でこれがここにもあるし、そこにもあるし、でこれがあちこちにいっぱい出てるんですよ今。これもそう。うん、でアメーバの状態でいるやつは白いので目立つはずですけども、シチサミットに来る人って大体珍しいものが好きなんですでこれもそう、これもそう、うん、それから会社の森は割と最近鹿が入るようになりまして、これ鹿が食べた後です。パッと見ていただいて、あそこでも両部の皮が剥げてますね。でここでも剥げてます、はい、でこれは鹿が、はい、多くはありませんけれども1頭か2頭ずつくらい外の森では目撃されてます。もし群れで入るようになるとね、どんどん毛が坊主になっちゃいますけども、このくらいだったらまだ回復します。ここでかなり伐採された木があるのも写しておいてください。でこれは会社の森センターの管理で行われている事業の一つで、目的は岐阜町が来る森を復活させようと、そういった目的でやっていることです。で最近はその岐阜町がほとんどどこでも絶滅しています。で絶滅している理由は森林が深くなって林床に光が届かない、そのために餌となるスズカカンウイの葉っぱが少なくなってしまっているということだそうです。ですからここは森を間引いてしまって、光がよく当たるようにしてスズカカンウイが大きな株になるように、まあ、誘導しているということです。ですからここから先行くとかなり木が伐採されていて、ちょっとこの辺は違和感を覚えることもありますけれども、まあ、目的はそういったことです。でここが沢筋湿地と言われている場所です。昔と比べるとかなり木が茂って様子が変わってきてたんですけれども、20年ほど前はほとんど木も笹もなくて、水が流れているのが見えたんです。でところが今はもうこうやって沼貝だけじゃなくていろんなものがこう茂ってきてますね。でシデコブシももちろんあって、あちこちで花が咲きます。そしてこの辺になるとモウセンゴケがこう出てくるんですね。ヘビの、そうだな、これ東海コモウセンゴケです、はい、上流水が流れてくるんですね。
電気電流でいうと水道水の3分の1か4分の1くらいしかない。イオンが少ないということですね。非常に栄養が少ない。栄養の少ないところで生きられる植物があっちこっちにこう点在している、そういう状況です。はい、ここが八戸湿地です。まあ、昔から瀬戸の湿地の、まあ、中心として見なされている場所です。でこうやって周り見ていただきますと分かるように、かなり、平地が広がってます。でここは昔おそらく田んぼを作るために水を溜めていた場所、その堰堤がいくつか作られて、その間に土砂が溜まって、まあ、現在の湿地が出来上がっている場所だと思います。今咲いてるのは一番目立つのが白い沢白菊です。白い、はい、でこの花ですね、はいで、はい、でこの花はまあ比較的長く見られるんですけれども、あとこちらに回っていただくと、これがノギランです、はい、まあ、ランと言いますけど、まあ、実際にはランの仲間ではないんですが、はい、ノギランという植物ですね。でそれからもう少し下の小さい植物を見ていただきますけど、ここに黄色い花が咲いてます。これは食虫植物のミミカキグサ。ミミカキグサ、本当にミミカキのような小さい花ですね、はい、でこれは泥の中に根っこを伸ばして、その根っこに捕虫のがついてます。でバクテリアじゃなくて、ごめんなさい、プランクトンがそれに触れると、中に吸い込まれて消化されてしまうと、そういった意味で動物を溶かして栄養にしている植物ですね。だからまだ他にもいくつかありますけれども、このピンク色が穂咲きのミミカキグサ、はい、やはりミミカキグサの仲間で食虫植物です。でこういった植物があちこちで咲いてます、はい、はい、5月に咲くのはちょっと珍しいですね。